はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日は遊戯王マスターデュエルラジオのお時間でございましてですね、本日の話題、2周年記念イベントについてやっていきたいと思います。遊戯王マスターデュエル1月の18日リリースだったので2022年のということで、まあもう2周年記念は過ぎていると、もう過ぎているという話なんですが、遊戯王マスターデュエルさん、1周年記念イベントもね、全然1月18日じゃなかったんで、まあ多分ですけどね、そろそろ2周年記念イベント来るんじゃないかということで、今回はこの内容と、まあ、時期についてちょっと予想していこうと、くっちゃべっていこうというふうに思っております。はい、まず、まあ、いつなのかっていう話なんですけども、時期ね、時期、はい、まあ、一応今のところ2個の説ありまして、まず2月の7日説、これ今のね、このセレクションパックとシークレットパック、これが2月の7日に終わるんですよ、これ12時59分に。なんで、まあ、このパックが終わった後が一番自然な流れかなというふうに思うので、まあ、ここで来る可能性がまず1点高いなというところと、あとは、ね、去年がね、2月の14日バレンタインデーだったんですよ、1周年記念イベント来たのが。なので、まあ、2月の14日説っていうのも一応ありますね。まあ、まあ他にもね、なんかその考えりゃいくつもあるんだけど、まあ、多分この2個がどっちか有力なんじゃないかなと個人的には考えています。はい、でちょっと内容についてもう予想していきたいんですけど、1周年記念イベントのね時のちょっと内容をおさらいしながらね、予想していきたいんですが、まずね、1周年記念イベント何があったかっていうと、ログインボーナス、はい、ログインボーナスはなんかそのチケットとかジェムとかがなんかバンバンもらえて、なんか合計1000ジェムぐらいもらえたんかな、プラスチケットがもらえて、まあ、これはねおそらくねめちゃくちゃ好評だったんで、まあ、今回の2周年記念イベントでもあるんじゃないかと予想しています。で、まあ、診断の実装もあるでしょうね。診断がね、去年はね2個ぐらいね実装されましてですね、スプライトと、あとなんかほんとどうでもいいというかブラスターとかなんかエンフェとか帰ってきたパックが2個ありましてですね、まあ、スプライトの内容はこんな感じ、まあね、マルファとかも入ってるし、まあ、だいぶ環境に影響を大いに与えたと言われているこのパックと、あとこのエンフェ入ってるやつね、エンフェとブラスター入ってて、誰一人使ってないと言われているロイヤルストリートスラッシャーが入ってるパック、はい、これもまあね、インテザプレインズとかも入ってて、結構なんか、面白いパックだった、心変わりとかも入ってね、このパックだったんですけど、まあ、この辺はね、まあ、ちょっと内容は全く分かんないですけども、まあ、そろそろ、新しい12期のカードが、マスターデュエルにも到来してきてると思うんで、まあ、幻想魔族とか来るかもしれませんね、診断、まあ、キマイラとか、はい、なんかあの辺はなんか、ちょっと遊戯さんっぽいですし、なんかちょっと おめでたい感じあるじゃないですか。なんで、まあ、おそらくですけども、予想、キマイラあたりは、まあ、診断で実装されるんじゃねえかと僕は思っています。まあ、それからあと、お得ジェム、お得ジェムの販売が、まあ、去年はあったんで、まあ、これももしかしたらかもしれないっていうのと、これはね、なんかファーストアニバーサリーセットがマジ豪華だったんで、これ今回もあるんじゃないかなと思ってるんですけども、なんか30パックぐらいくっついてて、で3000ジェムで買えますよみたいなやつなんですけど、これブラックマジシャンのなんかロイヤルが配布されて、さらにフィールドも配布されて、デッキケース、プロテクター、あと、壁紙と、あと、アイコンフレームとか、これも全部ね配布されたみたいな、これがあったんですよ。でこれ多分ですけども、これブルーアイズ関連になりそうな気がしてます、この2周年は。これなんでかっていうと、2周年記念のねアイコンがですね、これどうだこれ、遊戯王マスターデュエルさん、そのブルーアイズになったんですよ、初期へのだから、ここアップデート最近入ったんですけど、だが初期ブルーアイズ関連が来そうだなと思ってて、もしかしたら初期へブルーアイズロイヤル配布、ロイヤルなんかパックみたいな、セカンドアニバーサリーセットつって、このブラマジ関連のそのセットがブルーアイズになったやつがもしかしたら来るんじゃねえかなと、はい、予想しています。でね、これがね一番熱かったんだよね、1周年記念は。アニバーサリーパックっていう、なんかその主人公系のパックピックアップされたそのパックが何種類か発表されて、で1枚絶対ロイヤル確定みたいな、絶対ロイヤル出ますみたいな、だから紙パックがね、3パックかな、3パック運営から配られたんですよ。要するにランダムでロイヤル加工3枚もらえますよみたいな、
これ無料です、はい、この無料パック、これ今回も多分やってくれんじゃないかなと思うんですよね。これマジで好評だった。まあ俺もね結構ねそこでオルタナティブ弾いたりとか、なんかあのタイタニック弾いたりとか、なんか結構、ね、強そうなかっこいいロイヤルカゴ弾けたんで、まあ今回ちょっとブルーアイズ欲しいんですけどね、ロイヤルね。この辺のね、超お祭りパックみたいなのは実装される気がするんで、おそらく今回もあるんじゃないかなと思ってます。もうさらにですよ、1周年記念イベント、あの実装されましたレジェンドアンソロジーと、あとエクシズフェスティバルっていうのが開催されましたと。レジェンドアンソロジーね1周年でね実装されたんだよね。これがね多分ね今年もあるんじゃない、レジェンドアンソロジー第3回かな、レジェンドアンソロジー、まあ、1回目がレジェンドアンソロジー、第2回目レジェンドアンソロジーアカデミアっていうやつがあって、で多分ね今回ね第3回レジェンドアンソロジー開催、これあるんじゃないかと僕は思ってます。これなんでかっていうと、レジェンドアンソロジーというイベントがユーザーからめちゃくちゃ好評だったから、もうもはや常設してくれっていう意見もありましたからね。まあ、僕もなんか常設してほしいレベルで、あのこのイベントは結構楽しかった記憶があるんですけども、これはねありそうな気がしてる。まあ、前回1周年記念の時は2月の17日からやったらしいから、まあ、そのぐらいで来るんじゃない多分だけど。それからですね、ブラマジストラックですね、ブラマジストラック、これが発売されました。内容はなんかイリュージョン・オブ・カオスとかね、あの辺が入ってて、これね、まじ神ストラックでね、なんか3周したらなんかもうデッキ、ブラマジデッキ組めちゃいますみたいなレベルのね、すごい完成度の高いストラクチャーだったんですよね。あと汎用カードとか入れればもう完成するみたいなレベルの、だからねこういうストラクチャーもしかしたら実装されるんじゃないかなっていう気はしてますね。まあ、ただブルーアイズのストラクチャーを発売してもなんか新規カードがなんかあんまなくて、なんかほんと OCG で最近発表されたレベルのカードになっちゃうんですよね。ほんとドラゴンマギアみたいなカードになっちゃうから、まあ、奇跡的になんか高橋先生イラストのなんかオルタナティブ系のコンスターとかが実装されたらマジ熱いけど、まあ、それはちょっとさすがになんか大人の事情でないかなと思ってるから、ストラクチャーあるとしたら何なんだろうね、ちょっとね分かんないな。これはなんか遊戯さん関連だとそのキマイラとかになるんだよね、キマイラストラクとかあるのかな、ちょっと分かんないですけどね。これちょっとよかったら皆さんもね、なんかこういうの組んじゃねみたいな予想あったらぜひコメント欄で教えてください。はい、で他にもねイラスト違いが1周年ではあったんですよ。エルドリッチエッチさんプラストロイマユニコーン、まあ、こっちもエッチなんだけど、ある意味この2種類のイラスト違いが実装されてるんで、多分ねイラスト違い今回もあるんじゃない、なんか何らかのイラスト違い、まあ、今のところマスカレーナとアポロウーサー1があるんだ、これアプローサーじゃないこれ、分かったわ、これアポロウーサー1がこれ来ます。はい、宣言しましょう、アポロウーサー1が来ます。それからあとエッチ街ってなんだろう、キスキルリーラー、キスキルリーラーエッチ街ありえるね、これありえるでしょ。この辺のねなんかそのなんかオタクがめっちゃオタク大歓喜みたいなイラスト違いは実装される可能性があるんで、まあちょっとこれ楽しみにして起きたなと思います。まあ、ただこのイラスト違いパックマジで闇深くて、なんか俺マジ金かかったんですよ、これ生成不可でこのカードで、なんかパックからしか出んみたいなカードで、1周年記念の時ね、いくらっけ、なんか4万ジェムぐらい突っ込んだんだよね、このエルドリッチとトロイメアニコーンゲットするのに。だからまあ1枚2万ジェムぐらいなんか突っ込んだ記憶があるから、だからまあ1枚なんか4万ぐらいするみたいなねレベルのねカードになっちゃって、なんかあれ頭おかしいのかな俺みたいな思った記憶があるから、だからこれがねちょっと闇パックであると、もしかしたらまた闇パックが実装される可能性があると、まあ、楽しみでもあり怖さもあるということですね。まあ、だからまあまとめると多分1周年記念を踏襲してくるんじゃないかなと思ってるから、なんかこの辺のねスーパーお祭り、イベントになると思うからね。これねマスターデュエルね1周年記念イベントを実装されて結構人戻ってきたんだよね、人口が、プレイヤー人口が。だからね2周年記念イベントもね結構人口戻ってくると思うんで、はい、まあちょっと積極的にねその辺の時期は動画を出していこうと思ってますんで、よかったら楽しみにしておいてください。はい、本日の動画は以上になりますが、皆さんもねどう思ったかぜひねコメント欄で皆さんの意見も聞いてみたいと思ってますんで、よろしくお願いします。ではまた次の、はい、動画でお会いしましょう。じゃあね。